戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。まずはカープの先発玉村が名古屋ドームのマウンドに上がります。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。渡辺が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。次が2球目。いやーゾーンの隅っこですよね。いいコントロールしてますよね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライクです。次が3球目。アウトロー外れます。これが4球目。痛烈、これはショートライナー。